してもらったままに。あ、まあ、髪は巻いてないけど。オオカミさん、誰もありがとうございます。ようようよう。ようよう。みおちゃん、こんばんは。だす。自分も見てたね。 そう須田あかりさんで撮って可愛かったその髪型を真似していただいた母に「ゆ <laughs> うちゃん今日も綺麗ありがとう」そうあと今日ねお知らせもいっぱい出ましたよね「僕隊員公演」も始まるし配信限定だけどあとそう12月4日に「セルフィッシュアミティーズ」も一期生さんと混合でありまする私たち私数名二期生も入ってて。 緊張張ですすが頑張りますねなぎちゃんハートありがとうやっほー久々ゆっくり見れるやっほー前髪分けてない方が大人っぽく本当ありがとう今日前髪ちょうどいい感じ今日髪の毛が素直めっちゃまっすぐピョン髪少なすぎて絶対巻いた方がいいんだけど巻く時間はなくて広げるね <laughs> 面積を広げるねあほらいい感じ翔平さんハートありがとう 同じ役のユミリンさんとは一緒に出れないんですけどそうそうアイスはもう最近ママと私が大好きなあのハーゲンダッツのクワトロクワトロなんちゃらサンドアイスを食べました私サンドされてるアイス好きなんだわ最近昔はカップアイス一択だったんですけどそう最近出たクワトロなんちゃらサンドサンドがめっちゃ美味しいですハーゲンダッツのマジそれママとずっとハマっててずっと冷凍庫にある なくなる前に買い足して食べて買い足して食べて買い足してみたいな <laughs> パリパリサンドがない今私の家の近くにない今はこれを食べていますさっきミスタードーミスタードーナツのアイスバーとかあんのえ美味しそうドーナツ味え美味しそう今日二ヶ月ぶりぐらいにアイス食べたそうなの何のアイス食べたいいですね 待望の牧隊そう待ってました僕隊ありがとうございます皆さんお待ちくださいバニラをサンドしてる系が好きそれやよちゃんが好きなやつトム <laughs> さんハートありがとうダッツのカップ週末おやす売りあそうなんだ知らんかったえそうなんだチョコミントのマカロンでサンドされてるやつマジ食べたいのにさこっちにも作ってほしいよね送って送ってマカロンアイスも好き 絶対美味しいと思う食べたいなそう、アイスブーブーそう、須田さん <laughs> なんか恥ずかしくなってきたからちょっとテレポ変えう何しよっかなあっくんハート100個ありがとうございますうわ田中美穂ちゃんだ好きありがとうこんばんはやほーほーこんばんはペコ 今日も京都で田中美よちゃん愛してます。あ、ありがとうございます。イエーイ。アイス年中食べれる、それな。しかも何個でも食べれる。<laughs> 僕恋みたい。お。え、僕恋もね、確かに。楽しみですね。誰。誰が。ど、ど、誰が出るかな。まだあの、僕と僕恋はメンバー出てなかったじゃないですか。あの。私たちも本当知らなくて。 楽しみ。その前にセルフィッシュアミティーズ頑張りますいい1期生さんとやるのもあるしやるのがすごく緊張ですが須田さんそう須田あかりさんが昨日昨日の「さんま御殿」でめっちゃ可愛い髪型しててなんか編み込みみたいななんかしててでも私みたいに黒髪じゃないからもっと可愛いんですけどそう可愛かったのだからママがしてくれた。

ぜぜひぜひ見てみてみくださいうん明日ブログの日そうもう書いたの実はだからお楽しみにマイキューさんの髪型えなんかさマイキューさんさいつも可愛いよね岸壁の時とかもめっちゃ思うてか髪の質髪質もめっちゃ好きめっちゃサラサラだしてか輪郭と顔も好き <laughs> 全部じゃないか 先輩が引っ張っ張張てくれるかな,のなさん頑張りますごめん私この後違う仕事なんだ <laughs> じゃあお先 <laughs> 寝てるさあとありがとうお顔見に来たやっほーあそうだあとちょっと嬉しいことがさっきあったのあのねギルドバトルね一回も勝ったことなかったんだけど私昨日の夜にギルギルドドラゴンをなんか新 進化,進化させれるよみたいなチャットで教えてくれた方がいてやってそして進化させて初のギルドバトルがさっきあったんですけど勝ちましたなんと初めて初めて勝ったギルドバトルマジびっくりしたでもどうやってやればいいか分からなくてずっとポン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 ずっとボタン押しようんやけど勝ちた嬉しかったう <laughs> しかった初めて勝てましたっていう,こう報告でした どうも役に立てんくてく全然あれ分かんなくって分かんないんだよねだからギルドチャットもギルドバトル中にできんの私もう分からんすぎてだから終わって「お疲れ様でした」ぐらいのチャットしかしてないの <laughs> 面白く分からんけどあおめでとうみんなありがとう <laughs> ありがとうそうギルドバトル素材が足りないそうなんかギルドなんか 装備を装備をなんか進化させたいけどその進化素材がないからできないっていう状態ですね多分そうそうゲームマジ難しいよねマジわからんもんね難しいよね28日チリパ楽しみお楽しみにしててください実はもう撮りましたお楽しみになぜか2日連続サーヤンギルドうすごい私は 昨日ココアさんとギルドでボロボロボロってなって今日タムキチとのやつでイエーイってなった <laughs> 難しいですねでもやっぱうん先ほどはギルド対戦ありがとうございますあありがとうございましたなんか私本当にわからなくてポン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 してたんですけど今日は勝ち申した失礼します <laughs> 失礼しますサーヤにボコられたななんてココアさんのとこ強いですよね昨日もう ガチガチ負けって感じでしたね昨日 <laughs> だから難しいなぁ <laughs> 難しいなぁそうそうこのアイテムそうこのアイテムを手に入れたのはいいがこれをどこで使うんだいってなるの結構多いよね <laughs> 難しいよね今日の昼も実は勝ったそうだったのありがとうございますありがとうございます うん、そう昼とさ12時と22時できないじゃないですか私私いないのにありがとうございますね七7時のやつですかできんけんええー、みよりんの実践総合力鍛えなきゃねなんかもう本当本当にめっちゃクラゲさんとの個人チャットみたいになってるけどめっちゃねもうありがとうございますもう頼りにしまくりです <laughs> しまくりです皆さんありがとうございます <laughs> <laughs> マジむずいおこんばんはギルドお疲れあありがとうございましたなんかすごい強いですよねもう本当に難しいわからんくて助けようみんなミオリ好きになってもいいですかどうぞなってます <laughs> 中山筋肉あそういえばパパ,がパパが最近中山筋肉の監修みたいな プロテイン飲んでるみたいに言ってたわそういえばおすすめやけん URL 送っとくねって URL 来た <laughs> 中山筋肉ん,んさんの中山筋肉ん,んさ黒にんにくめっちゃ食べるイメージだわ <laughs> え今日絶対髪の毛くるくるって巻いたら絶対可愛いやつだねあと髪の毛もっと多かったらほら少ないから広げないとねめっちゃ髪伸びたなうん <laughs> 目の保養しに来ましたいらっしゃい <laughs> こんばんはしひんさん誰もありがとう私も腹筋してきますえらい私もするわ今日アイス食べちゃったから <laughs> そうゆで,とゆ, <laughs> ゆで卵と黒にんにくね中山きんにくんさん <laughs> きんにくんさんって呼び方好き <laughs> ありがとう <laughs> やばいかわいい当ありがとうねえイイ キンさん、あとありがとうございますうん今のコメントスクショしてリコチメールあほんとじゃんサリーさん私は明日美容院お髪色髪型どんな感じになるのやらニヤニヤ牛丼食べてこたつでゴロゴロわいいなーこたつ私の家こないだ迷ったけど買うかママとめっちゃ いやでもお家あったかいしいいかーって思ってやめたけどでもこたつっていう存在がいいよねなんかこたつで何かなんかねゲームするとかそういう状態がいいよねうらやましいけど私はもうないので布団をかぶってこたつのようにしてやりますね <laughs> いやこたつ男子とかいいよねいいのお初見さんいらっしゃい ST48 日研究生の田中美穂ですこんばんは こたつでみかんそういいなーやりたいがないんですよね昔からこたつあんまなくて家に一回買ってなんか2年間ぐらい使ってた日々もあ2年ん違うその2年間の中の冬でつく使ってた時期あったんですけどそう福岡の家にあるのかなまだわかんないんだけどこたつぬくぬくしたーい <laughs> いいなー こたつ入ると3時間は動けんあ絶対そうだよね動けないけどでもねいいなー <laughs> こたつ出たらそのまま寝てしまうからママに怒られちゃうあれそれ絶対そうだよね風邪ひくよとか言われるよね <laughs> かわいいな2日続けてこたつで寝落ちしてお喉痛いやばいじゃん <laughs> ダメだよみんなちゃんとちゃんとみちさんの部屋にあるのじゃあ家行こう。 みち <laughs> さんの家に GO ポニ太郎さんかわいいありがとうございます何にしよっかなうん公園楽しみだねにしとこ <laughs> 僕僕隊もめっちゃ久々懐かしいやばい覚えてるかな <laughs> 覚えてるかなやばいだけど「走れは私」とかね 前川さんがやってるからちょっとこれはなじみあるけどさあららやばいマジやばい久々すぎて呼ばれてないうんミチ <laughs>、うん、さんの家行ってくるね <laughs> ええー、こたつ入ってアイスとかやばいね食べたいやばい,いやでもミチさんとご飯食べく約束はもうほんとしてるので日付まだ決まってないんですけど そういつかは行ってくるからなんかソラハさんはいいなと思った今日フリート見たいいな好きな曲ですかたら <laughs> そんなこんなわけでやばいそんなこんなわけでとかビワハリケーンとかやばいってか あの曲数で体力が持つかがもう分からん今不思議本当にあの頃何であんなにできていたのか絶対やばい気がする本当にい本当にやばいミントさんいありがとう本当にやばいえそんなこんなわけでやばいかもそんなこんな そんなこんなわけでジョーとジタバタと巡りあいみたいになったな。ああ難しいやばいかも。う見直すはまた。はい。<laughs> あっくんハートありがとうございます。竹内先輩ね。Love you 竹内先輩。あ竹内先輩いけるかも。 そんなこんななこわけがね最初ごっちゃごちゃだったからダンスが難しいんだけどえ嬉しいみほりんのダンス好きなのあれが一番えー、嬉しい嬉しいそんなこんなめっちゃ色っぽくやってます翔平 <laughs> さんかわいいありがとうみちさんちの犬会ったことないお家行ったことないっけいや会ってみたいな一回踊ったダンスまあある程度は覚えてるけどね だから高校の時文化祭で踊ったのとかもたちょっとは覚えてたりするけど「ラビアンローズ」とかも「トトトなんか懐かしいですねフフフチョコミントリスさんハートありがとうございますシアターの女神公演んか私の友達でチーム B が好きな子がチーム B だったっけでもエイトも好きだったんだっけな いいいろろ好きな子がいるんですけど一人めっちゃその子が「シアターの女神」公演めっちゃ好きって言ってたなあともう一個なんかめっちゃしてほしいなるって言ってた子いたな誰だ何だったっけなすっごい詳しい子がいてそう「竹内先輩」っていう曲知ってから苗字「竹内」になりたいって <laughs> 確かに「ラービューっって言われるもんんねめっちゃみんなにラビューって言われるよね竹内先輩 しやしやしやジになってるのこれ最強最高本当。いつかまたねなんか僕隊も楽しいけどまた違うのもいつかできると思ったらもっと楽しみですね <laughs> 割と DD なフレンドその子めっちゃねなんか48グループのこと全部結構知ってんだよねでもめっちゃ頭よくて。 前の高校のお友達ですね。曲前に竹内先輩って <laughs> 竹内先輩、ちゃちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃちゃんって始まる、ね、<laughs> 懐かしいななんかめっちゃ前だからいやー本当懐かしいな。うん。俺は山本学さん。あれが山本真だ <laughs>。 ですよねあの曲やってる時に本物の学さん結構出没すること多いから楽しそうふふ <laughs> あくんハートありがとうございますてか朝顔むくんでたけど今全然そんなことないですねなんかいつもと変わんないや <laughs> <laughs> 今月の7並べランキングみほりんとデッドあ本当なんだって今夜もやるよ ちょっと遅れて参加するけど九時過ぎだから。まつげも良きありがとう。今日も本当だまつげもいい感じです。今日も今日も漏れています。おバセちゃんのメール取ったのバレたんで助けてください。<laughs> あいやいやーって言われた。<laughs> それもう正直に言うしかない。<laughs> おなんだこれ龍平さんえらいありがとうございますすごいこんなのが新しいのか。 わいえへへシュッとしてるいやありがとう顔面最強天使ちゃんって褒めすぎでしょニヤ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 うんいい感じありがとうこれなんかこの紙をねあれなんかしてなんかしてまとめてもねまとめ紙になありそうだしほら編み込みしてるからえいもういいし普通にね これでもハー,ハープになってるあ、お花つけた気がするそういえばこれも良きだしいっぱいできるそうだねこの髪まとめたらめっちゃ大人っぽいね今からパーティー行くのかなみたいなヘいホフマンさんハートありがとう今日めっちゃ髪がなんかそそそそって落ちていくトトトトって <laughs> その髪型めっちゃ好きほんと 後ろめっちゃき好き好きありがとう良い感じだったみたいです素晴らしいお花がついてますなんか昨日「さんま御殿」見てたらママが「須田あかりさんの髪型めっちゃ可愛いやん」って言い出してけ真似したうん <laughs> そう「いより大人っぽい」ってマイキューさんが「えう、ー、嬉しいありがたい,い」いマイキューさんいつも なんか四国の時とか控室で目あってニコってしたらニコってしてくれるから好きですよ。ま野パパさんかわいいありがとう。うえー、今日も優勝。見るたびに可愛くなってってしんどい。そんなことやるなら嬉しすぎてしんどい。友 <laughs> 一さんなななんだこれ水素水みたいなやつ。ありがとうございます。トゥルトゥルやった。 これは普通になんかもう二つ結びも合いそうだし髪少なえ髪すっ髪少などういうことうん少な <laughs> 睨にらまれてるイメージあマイキューさんなんかね可愛い,いよね可愛い,いとか言ったらにらんでくるマイキューさん <laughs> そ,その世界線いいでしょうニヤニヤぎちゃん可愛い,いありがとう 水素水かと思った何んん <laughs> 水水か前昔買ってた水素水こんな入れ物だった気がするツインも好きですかあれありがとうございますなんか今日100均も行ったからあれなんよミニゴムがあるからさこれがあるから結べるよフ紙 <laughs> 少ないって俺のアバターのことそれも間違いないそれも正しい <laughs> つやつやありがとうこれ P でする後ろで束ねたやつありがとうそうこれ一つでもいけるし一つでやるとめっちゃ大人っぽいですよねシャキンだしそう送れ毛も巻いたのしかもここだから何でもいけそうな感じです矢島さんハートありがとうございます パセリが誕生日のお菓子食べきれなくて困ってるそうなのなんかお菓子食べすぎたやばいって言ってたけど全然パセリはいいのよ誕生日だしとか思ってそう4号はアヒージョーお疲れーいらっしゃいヤッホースクショタイムあやありがとうにっこり2つ結びもできます田中美穂ちゃんやヤッホー こんばんはでもやっぱ私はまとめ髪好きやなまとめ髪ほらよくない盛れる盛れる盛れる二つもいいですね確かにどれがいいかなぁデ <laughs> ザインサートさんハートありがとううちそらめっちゃ好き本当好き これもうちょっと上向けしたいなよいし2時間サボって3時間残業する斬新なオタクいうことはプラス1時間か偉いじゃん <laughs> 偉いじゃんまとめ髪いいよね私も好きまとめ髪女の子のあきさんかわいいありがとうやばいカメラ下向きすぎたうメロンパンさん偉いありがとう 大好きな人歌うとき、愛とは何なのか、やっと分かった。確かに大好きな人この髪型合いそうじゃない。おろしもいいけどハワイも合いそうだね。のなさんじゃんこの髪型。<laughs> あっくんハートありがとう。そう後ろお花つけてます。いやいや。 俺しか勝たんけどまとめ髪マスチまとめ髪めっちゃ好き女の子の私も好き大好きな人歌うのめっちゃむずいお花「愛とは」も出ないし「いやいやっと」が出ない <laughs> 声低くてなんか女の子の最高で低い声らしいなんか前誰かなんか関係者さんが言ってたうんうんうん 大好きな人が大好きな人歌ってて泣いたなあ嬉しい大地さんハートありがとうヒヒヒ最近カラオケ全然してないねなんか舞台あるけん喉壊さんようにしとこうって思って余計全然できてないけどまたしようねカラオケ <laughs> デサイザウトさんかわいいありがとうリオンくんハートありがとうギルドバトルもありがとうなんか強かっためっちゃ マシですら言えめろでしょ。愛とは何なのかややっと <laughs> やや <laughs> やがやばいよ、ね、ややっとわかったき出ないもう声が割れる <laughs> え大好きな人低いですよねめっちゃ調子いい時しか出ないもん。 そうそうえー、みほりが歌ってるの聞いて大好きな人めっちゃ大好きになった嬉しいあ今週末ホームルーム当たって言ってましたね言ってましたすごいやっと会えますねなんかやあ会えてるけどお話し会でちょびっとだったからやったねあミみほちゃん土曜日ありがとう楽しいあ,ありがとうめっちゃ可愛かった洋服がめっちゃ好きだった女の子って感じで、ね、ありがとうあまり喉を使わないね そうだよのなさんのために残しておかないといけない喉をうん <laughs> またのど飴買わないともうのどメこの1ヶ月で1袋なくなってたから大袋がみおりの思い出せてよかったもんやった思い出せて歌いやすいよね思い出せてよかったわ大好きな人が大好きなアヒージョ <laughs> 耳の錯覚 <laughs> とめっちゃ吠えてくれて調子乗る乗っちゃえ乗っちゃえブンブン <laughs> 乗っちゃえブンブンブンおお事情があってスーツ参戦えスーツやばいめっちゃ好きだよスーツ楽しみですねこの間マスクしてたんですけど次はマスクないんですかねビンゴビンゴビンゴ <laughs> 全部歌っちゃいそうになる喉を痛めないようにしないとうん じゃじゃーん放課後ホームルームお手柔らかにお願いしますおありがとうございます待ってますいやいやいやいいたすぎるそれなちょっとそれなでもお話し会さあと5日後ですけど来る方皆さんどんぐらいいるんだろうどん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 ぐらいいるんだろうあとちょっとでもう来ちゃうんだよお話し会なんと私もスーツさ成え女の子のスーツは見たことないそのファンの方で ちょっと楽しみ完璧な時スーツじゃなかったからえー、そう最後に気づいちゃったいやでも最後見てよかったあそこお客さんの顔をちゃんと <laughs> いつも元気で本当尊敬ええー、ありがとう本当に私はずっと元気だよお面というナノマスクマジか <laughs> やだ<ー> <laughs> 顔見たいのに オンンライン苦手いやでもなんか生の方が得意な方もいるよねそうねオンラインなんか相手がさ何なんか話そうとして話しだしてる時にかぶっちゃったときめっちゃ気まずいよねそれはわかる5日後ヨの家でお話し会お待ってますあお話し会よろしくお願いしますやったーいつも来てくれる方もいるしわんわんわん友達とみポリコチ参戦したときもお よか,ったよかったよかった、嬉しいヒヒ <laughs> オンライン苦手やけどえ全然苦手そうじゃなかったけど <laughs> お面つけたり楽しんでたよ <laughs> オンライン苦手みんな楽しそうだったよチャラくなる <laughs> なんだそれは <laughs> 大丈夫よみんな <laughs> チェルさんハートありがとう 家帰るをそう明日明日夜配信だと思います明日も夜明後日は20日明後日も夜かなすごい今週は夜配信が増えてちょっと嬉しいですオンラインでもぴょんぴょんするしてください楽しみです <laughs> お話し会初めてで緊張あそっかはは楽しみ緊張 終わった直後なんとも言えん気持ち、でもブチって終わるもんね。余韻も何も感じさせずに終わらせられるもんね。ねいやー、とね。オンライン終わった後なぜか恥ずかしく、可愛い、なにそれ、可愛い。一方的に話すかもしれんけど、全然楽しみですよ。<laughs> 私から緊張するけどねいや。朝配信は寝てて、いやでも大丈夫、明日は夜だし。 あさっても夜。そうです、顔おも長な,なの。まあ、確かに二回目、やい。クリスマス成人式誕生日のお話し会、お、ありがとうございます。会まとめようかな。まとめた方がマシパンパンパン、ゴムないかな。 オンライン待ってる時間が緊張なるほどそういうことかあミリアちゃんが来たあ <laughs> ーちゃんミリアちゃんやッやひいやッひょいまとめ髪の方がね面長が隠せそうな気がするな気がするからやろうかな まとめ髪っていうかポニーテールになるけどみおりん初対面でもそこまで緊張しなくてあーよかったなんかさ話しやすいってめっちゃ言ってくれてるから嬉しいですめっちゃ私もそう思っていますよろしくお願いしますなので方角ホームルームもツツーあまとめ髪の方がいいかも漏れ漏れる汗汗なんか汗汗してる人いるけどなんでかななん <laughs> でかな まだ顔文字でにやってするよ <laughs> まとめたら大人っぽいね良き良きですかおくれ毛巻いてたからいい感じかもしれん良き可愛いありがとうイイなんかでも画面がなんか若干暗いんだよねここに来ると明るいけどライトかライト明るくしたらいいの よいしょよき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 お花お花 <laughs> この立体的なお花をつけてたんですけど外しちゃったつけれるかでもこれにもよいしょえー、実はめっちゃ緊張する人そうなの全然そんな風に見えなかった全然ああトムさんハートありがとう あ今日目頭目頭そうキラキラしてるてか涙袋でなんか目頭につけたら可愛いよって言ってたの誰だったっけょうちゃんかな分かんないけどそう目頭を多めにつけてキラキラをで目尻にシャシャシャンって感じにつけたの気づいてくれた嬉しいニヤニヤありがとう可愛すぎるえありがとう うん、<laughs> あ、ミリアちゃんからラインでもお邪魔しましたって来た、ありがとう、ミリアちゃん。そう、キラキラ嬉しい、アイラインめっちゃ綺麗、本当。垂れさせてる、最近は。で、なんかなんだっけ、ギャルピース。<laughs> スクショ止まらう、ええー、ありがとう。もっとなんか光の当たり具合がいい場所でやればよかった。あ、倒れる。 なんんか暗いんですよねこのなんだろう場所なんか時間によるのかななんか暗いね今うん <laughs> 今だけの「税 k 昔のギャル <laughs> いちいち可愛いってありがとう嬉しいえ多分私やっぱりなんか目頭にね釣り方が上手くなってやった えー、顔のパーツの綺麗さ羨ましい欲しい <laughs> 欲しい <laughs> 嬉しいけど <laughs> 目線さらしまんじおもろい初めてのお話し会楽しみおお楽しみイエーなんかホームルームで会ったことあるよねあそっかお話し会の前にホームルームだわ楽しみ <laughs> マジマンジ <laughs> おもろいなんかこんなのもあったんだなんかマンジなんかわかんないなんかあったよね <laughs> 分からんけどそうそう初めての一対一何話そういやもうなんか話したいことがあったら私にどんどんどうぞ何でもどうぞ待ってるから <laughs> みぽメールでそのポーズやばくないなんかさこの配信見てない人が見たらなんかこんなマジマンジでどうしたみほりんちょっとメール取るのやめようみたいな <laughs> なったりしない <laughs> おなんか今日可愛いいねってありがとう遅刻していやいやお疲れ様やっほーみおりんは話しやすいいやあなたは話しやすいんですよ <laughs> いつも結構めっちゃなんかただおしゃべりなんかテレビ電話してるんかなぐらいの話しやすさありますよね すっです。ひと <laughs> 目でいいから顔交換え私もしてみたいめっちゃ綺麗なお顔立ちじゃないですかしてみたいとかまつげがしてみたいえ、うん、<laughs> 解約レベルないですかマジマンジーマンジーって送ってメールピ解約 <laughs> あら5分しか見れないの お手紙出したの見ちゃった待ってますうん。<laughs> あら遅刻してしまえ本当にすいませんでしたでいらっしゃいやっほーなんか久々感が最近なんかさいつもあるやっほ今日目がめっちゃいい本当嬉しいライティングはあまり良くないけどライティング頑張れって感じなんだけど そう封筒めっちゃ可愛かったなんかハートって感じ <laughs> <laughs> ハート嬉しいねハートいろんなハートがあるね <laughs> これむずいな <laughs> やばみーほみーほみーひちゃんみたいなあハートは <laughs> ハートじゃなくて貝殻おもろ貝殻<あー> <laughs> 貝殻はこれ桃だわ貝殻 <laughs> 桃しかできん <laughs> やっぱりおきれいギャーイありがとう 可愛いけどポーズはダサいポーズダサいめっちゃよく言われるんだよねなんかこんな感じとかやったらめっちゃ笑われるみんなにビー,ビー褒め上手いやいやいや本当のこと言ってるだけだから <laughs> えっ、ー、ピンマイカー宛てにお手紙書くので頑張って23日までにお届くかなえっ23日まで届くかな楽しみだが可愛いいのでめちゃくちゃ許したニヤニヤ いや私も最近パセリに LINE するたんびに毎日ニヤとかニヤリとか送っちゃうやばいやつになってるけど大丈夫かなニヤニヤ同士ニヤ仲間ライブで会食しちゃうアイドルそう <laughs> やばいよねありがとうみんなそんな私も受け入れてくれて全部受け入れてくれてありがたいなってそう <laughs> セリフ <laughs> 全部お餅お餅お餅 <laughs> その顔ニヤこれだね <laughs> あらもう前々ですニヤニヤじゃないピエンえんじゃん <laughs> また会えるからねニヤ,ニヤニヤニヤそうパエリア食べたのいいなあ中身と音 見た気がする美味しそうだったえあれ本当にあれ拾った画像じゃなくてって思うんだけどみほりだもん明日は何食べようかねルンルンうん呼んだってやっほーふふ <laughs> お餅 <laughs> そういえばさイモステレビもさ放送されること決まったから 放送されること公表されてるからもしかしてオフショットが遅れるのではないかお苦労えよねやっぱあれはイメージが4年よ,、ね、よかった私え何個か画質があと思ってだかやっぱそうかアヒージョじゃないパエリア <laughs> パエリア <laughs> 前のうちの時なんか大きい鍋があってママになんか結構作ってもらう時期あったな 美味しいよねパリパリのところそうオフショットあるイモオステレビめっちゃオフショットあるけ送ろうかな今日のお休みメールとかでピョん。ン <laughs> もらいものの洋菓子が余ってるんで中身ちゃんえ食べたい洋菓子何ですか食べたいおしゃれじゃないので昼はお寿司ってお寿司しかないやん <laughs> お寿司しかないやん お腹コンビのタグをつけてね。う <laughs> そのみほりの出てたかい、本当に <laughs>。ありがとう。もうすぐ二十。あれ二十何日だったっけ。二十二ぐらいだったかな。もう出ますので、ぜひ見てください。<laughs> もらい、もらい済みやけん。みなさん。いもいずみりょうです。みんなの、みんなのハート、もらい済みやけん。 <laughs> 今泉「パエリアおいしいよ食べてみて」おいしいよめっちゃパリパリのとこがおいしいなんかおこげ的な気持ちでえー、三角チョコパイのティラミス味いいなあと私さスタバの新しいの気になってるスタバの25日ぐらいからの抹茶ホワイトチョコなんちゃらかんちゃらみたいなパリ美味しそうと思って食べたい飲みたいか 微妙に似てるありがとう。おお年末講し締めるくくりとしてお手紙やったーお手紙待ってます。みおりのミリアちゃんのものが一番好きやったこれやっぴー肉並べ昨日は肉並べしたのでパパがね久々に会えてめっちゃ食べたのでね本当に。似てるやったー さやかりのままでも難しいやんさやかりのものまではサラピがうまいめっちゃ <laughs> って感じのめっちゃ上手サラピはあーねさんギフトありがとうございますハートハートハートありがとうございますピッピッピッへへ伊関さんギフトありがとうございますえびちゃんさんハートありがとうございますおお手紙なかなか書く時間ないけどようやく書き始めた 楽しみじゃんじゃんじゃんケロ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 とあみんな福岡じゃん私がモノマネしてる子ポえん、ー、さ来週肉並べ対決いいな対決じゃないわ対抗だいやーいいなーまた食べたいエヘヘみほたん好きありがとうヤっホーももちゃん一斉ももかです もももももが好きって言ってください一斉ももかです <laughs> 全然あの可愛い声が出らんちょっと私声低いうん <laughs> 最近美容リンルームでガタガタしてる人多いって <laughs> みんな,ーみんなー好きしか出てこないだなんて俺ピンよありがとう、うん、ニヤ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 セラピのハートのまねこんな感じ <laughs> 行けるのいいな福岡私も行きたいいいなやっぱりミリアちゃんだよね私一番自信あるのミリアちゃんだもんはいどうも STU48 日記研究生の今泉ミリアですえー、今回は夜配信ということで皆さんありがとうございます今泉ミリアですうんも,もが好きって言ってる人いっぱいいるしみんなみんなみんなみよりが好きあありがとうございます マジで似てる <laughs> 私は一番、うん、ミリアちゃんが自信あるかな <laughs> これはすごく視聴しているショールームとかね単音詞でよかったおっおーありがとう似てるやった今泉 <laughs> ミラーです今日はスペシャルイベントありがとうございました今泉ミラーでした いい声なんだよだから私がスイッチを入れてフッってしたらみりアちゃんのモノマネうん <laughs> いいありがとう汗汗も本当と <laughs> 美穂が好きってみんなありがとう美穂も好きあもう <laughs> 美穂倫しかほんとかサイカリングマズブズブって特技モノマネいやでもそこまでじゃないなんかそんなめちゃめちゃ たぐってぐらいは似てないから頑張るわ <laughs> 一つのショールームでいろんなメンバーに会える <laughs> 確かに確かにイエイイエイモノマネが上手い人は耳がいいかしむきあ本当にありがとうございます嬉しいウリウリはウリちゃんだねフフ <laughs> ウリちゃんはイヤや,いや先輩のモノマネできない なんか難しいよ難しいよあでも福田さんは「福ちゃんこと」っていうめっちゃ「福ちゃんこと福田あかりです」っていう気がするでも他はあんまりわかんないかもあわかんないっていうか真似ができないかも難しいよねふんうん みゆびゅさんできんよミミミミミウサミってやってるやつとか <laughs> でもみんな結構なんかキュッってした声出したらミミミをできそうじゃないそうまだ全然先輩はモノマネつかめんなやっぱ一緒にいる時間が長い方がマネできるかもミキとかの方がそう <laughs> 先輩の前でフ <laughs> フ ニきキきキ懐かしいでしょそう耳み。キャワですよね <laughs> クエスチョンもまだ全然あれだわ修行が足りないわあの適度に枯れさせる感じのねクエスチョンができないねクエスチョンは難しいですね先輩に公認いや,やっぱ私は今泉アです イマジミアです。よろしくお願いします。が一番いい。ありがたう、きの。あ一番初めにした先輩の真似。確かにお辞儀だお辞儀が一番最初だ。お辞儀。びょんびょん、お辞儀。だね、<laughs> 今日はですな、ね。

なぎちゃん尊いありがとうございますやいやいやおじぎあおじぎぴょんぴょんおじぎああ元気かな元気かな私も連絡取れないからさすごく恋しいですが元気かな他の医者ん,ん <laughs> みんなにもロまねを共有されてる 行きますわちょっと練習しないとな気がする元気よくね明日の安心は夜ですお待ちください何時だろう明日何時にしようかな明日同じぐらいかな七時八時台かなまたサメ来ます来ますもこもこだからもう冬の寝、ね、巻きはサメだね マガジンの表紙おめでとうそれはこっち <laughs> それはこっちだよかのんさんゆらさんの TikTok そうなの私 TikTok アプリ入れとらんけんさえいちゃんもう一回入れようなんか前に何かあのファンの方が載せてくれて TikTok を見るって一回あったけどそれでまたまた見ないから消してまた入れなきゃ 学校で先生のモノマネえ、それな私も好きだっためっちゃ物理の先生の真似してたよなんたすなんわとっていうモノマネしてた例えば3たす5とかだったら3たす5ワドっていう先生がいたのですっごく真似してましたね <laughs> あ、私のかそう、それだよヨンヨンひろさんさんえらいありがとうそうサメのパジャマがあるのでパシェがサメ,サメだから カノンさんって言ってくれたからキるわまた出た何 <laughs> ちゃら何ワドッワドっ元 <laughs> ねもういなんかすごいねダンディーな声をしている結構ごお年が結構上な先輩なんです先輩じゃない先生なんだったんですがねだからすごいいい声をしてるんですけど面白かったです <laughs> 微妙な悪意はないですそんなものはありませんよ <laughs> 久々に先生登場しちゃったはず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 今日はゆっくり感強め本当にありがとうございます <laughs> 細かす細かすぎて伝わらないものはねそれは絶対そうこんな先生のものまねしたりとかあとは世界史の先生とかも 全然まだまだ終わらないくせにくせにとか言ってた <laughs> 全然まだまだ終わらないのに授業の時間あと30分ぐらいあるのにじゃあ今日はあとこことこことここはいここ説明して終わりますのでねはい頑張りましょうみたいな言うけど全然終わらんとしこことここ確認したら終わりますので「はい」って感じで言うけど終わらん <laughs> 終わらんなっていうのやってましたね先生のモノマネはあるあるだよね さすが売れっ子は違ういいや <laughs> それはのなさんのなさん <laughs> そう終わらないこことここが長い全く先生たらいつもこれ言うけど終わらんよねってずっと言うた <laughs> あそうなんたすなわとはんかすっごい頭いい先生兄弟だったと思う そううん <laughs> あと少しと思わせる作戦そうなんか授業があと少しで終わるみたいな気持ちにさせといて終わらんし <laughs> 終わらんし講師の間でも講師の真似あるんだえ面白い <laughs> いじられじゃんそれは <laughs> 終わるよりそっちが <laughs> そうね えうちの中学の音楽の先生テレビで紹介すごくない地味 <laughs> すごくないすご <laughs> 少しドジな美穂ちゃんえ私どこがドジですかどこがドジかな今五十二今52分ありがとうございます <laughs> 分55分とかに終わって七並べに備えるか じゃあ、ああ、もうそろそろランキングを読もうかなと思います。ちょっとコメント読んで。ね、先生のモノマネは流行る。みんなみんなの中で一回は流行るよね。<laughs> 逆にいつも早く終わる先生、ああ、確かに五分前とかに終わってくれる。はい、じゃあもう終わりますから。はいはい皆さん、もうゆっくりしていいですからみたいな感じで終わる先生もいましたね。またいろいろ話しますよ皆さん。モノマネとかも。というわけで、ではではでは、ではではでは。 階段でこけたりしてないし。終わるね。二十二位の美保林賞から読んでいきたいと思います。今日も。ではでは、二十二位の美保林賞はユナイテッドさん。そして十三位ドーグラスさん。十二位キョンシーさん。十一位メロンパンさん。十位。十位快速タッン 九位、ジェロさん。八位、くまれパパさん。七位、ねてらと、ウニまつりナウさん。は、ハマ寿司。六 <laughs> 位、龍平さん。五位、トムアートアヒージョさんアヒージョ。あ、ライトが消えた。え四、ー、位、チョコミントリスさん。 3位アクアと自称美穂パパさん2位流通の女将さんそして1位はドルドルンさんでしたありがとうございますというわけで今日は夜配信明日も夜配信なので皆さん24時間後ぐらいに会いましょうまたこの後は七並べで会いましょうではではでは最後にじゃんけんしております 体操はグーじゃんけんパーありがとうおやすみおやすみりいまじみりょうです汗せ <laughs> おやすみなさいあ七並べやるけどね七並べで会いましょう会える方はじゃんね